まあ、差し上げ男子ってことですかね。全国の特命さん、こんばんは。深夜の放送部ことタックです。よろしくお願いします。さあ今日はこんな DM 来てましたよって。タックさん、こんばんは。最近 SNS でいただき女子リリちゃんの結末がヤバいだのなんだのって投稿よく見かけます。これ改めて調べてみると、彼女が実際に販売していたマニュアルというのがかなり興味深くて作り込まれていました。いただき女子ならぬ盗まれチンフェさん、よかったら調べて紹介してください。しばこうかな、リリちゃんと一緒に捕まろうかな。こちらホットなリクエストありがとうございます。このいただき女子リリちゃんね、僕も以前入足でチラッと取り上げて、その時はまだ若いんで真っ当な人生送ってくださいねみたいな感じで締めくくったと思うんですけど、これが判決というかね、求刑内容出たということで、今日はこのいただき女子リリちゃん何をして捕まったのかっていうね、ちょっとおさらい的なところから、裁判内容、あとは DM にもあったマニュアルですね、ちょっといかにも怪しい響きですけど、こちらについても紹介していきます。ではまず相性にもなってるいただき女子なんですけど、これ何なのか、ストレートに言うと恋愛感情を利用し人の弱みや良心につけ込んで金を騙し取るというもので、まあ犯罪者ですね。なので一応お金のやり取りはあるものの、騙してるわけではないパパ活とは似て非なるものになります。そして搾取される側であるおじ、これだけ聞くとおじさんのことなんかなと思っちゃうんですけど、本人曰くお金をくれる人は年齢関係なくおじみたいですね。真に点々なのがポイントですね。まあ、ここはどうでもいいとして、じゃあなぜこの人が世間で有名になったかというと、まず認知されたきっかけっていうのがあるんですよ。それがこれこれさんですね。まあ、2年以上前の動画になるんですけど、そこでこれこれさんとこのいただき女子リリちゃんが対談するという内容なんですよ。これ今考えてもすごいよね。この頃からコメントではこれ普通に詐欺なんじゃないかと言われてたんですよ。で、まあ、対談してるこれこれさんも人騙してるんじゃんクソだねみたいなこと直接本人に言ってて、ただこの動画ではリリちゃんは一貫して騙してるつもりはないと言ってるんですけど、これは無理があったよねって話で、誰でも見れる YouTube で丁寧に私詐欺してます、こうこうこういう方法ですって言ってるようなもんで、これがきっかけで世間から注目を浴びるようになったんですけど、まあ、すぐに警察が動くとかそういったことはなくて、2年の時を経てようやく逮捕されたんですけど、それが去年の8月。ただこの時の罪状っていうのは詐欺罪ではなく詐欺幇助罪だったんですよ。じゃあなぜ詐欺幇助だったのかっていうと、簡単に言えば詐欺を手助けしたということなんですけど、ここで出てくるのがマニュアルです。このマニュアルの内容っていうのは後で触れるんですけど、当時25歳の渡辺舞容疑者、このマニュアルを SNS で売りさばいていまして、それを買った一人が詐欺罪で捕まったことによって芋づる式に捕まってったんですよね。ちなみにこの時の渡辺容疑者が捕まったきっかけになったのが、ネットで知り合った男性2名から約1000万円を騙し取ったとして捕まった、まあ、21歳の女子大生なんですけど、この方は去年の12月に懲役3年執行猶予5年の判決を言い渡されています。でも大学生でね、人生これからだという時に何をしてるのかと、それは本人が一番分かってることだと思うんですけど、まあ、ちょっと話を戻して、去年の10月には男性から約5200万円を騙し取ったとして渡辺容疑者は詐欺容疑で再逮捕されました。で、最終的には男性3人から約1億5500万円を騙し取った詐欺罪、マニュアルを販売して詐欺の手助けを行った詐欺幇助罪、そして忘れちゃいけないのが税金だぜということで、このマニュアルで得たお金約1900万円にかかる所得税、そして人からお金をもらった時にかかる贈与税、合わせてこの4000万円を申告せずに脱税したとして所得税法違反罪と、この3つの罪で起訴されて裁判を迎えたんですよ。極悪トリプル約マイナス14万4000点ですよね。で、今年の3月15日名古屋地裁で行われた裁判で、渡辺被告に対して検察側が真剣な交際を求める独身男性の心情につけ込み繰り返し金銭を出させた卑劣な犯行として懲役13年と罰金1200万円を求刑しました。その後4月22日の判決公判、被告は詐欺罪で懲役9年の有罪判決と罰金として800万円の支払いが命じられました。この結果を重いと見るか軽いと見るか、まあ、800万ってのは安く感じますよね。ただ僕のチャンネルの中で紹介する事件ではやっぱ殺人を犯しても懲役10年以下なんて結構あったりするんですよね。なのでこの判決に世間ではこれだけの大金を騙し取ったんだから妥当でしょという声もある一方ですね、実刑で懲役9年ちょっと厳しすぎないかという声もあるんですよ。で、先ほども言った詐欺罪、詐欺幇助罪、そして所得税法違反罪、この3つのちょっと刑罰簡単に説明していこうと思うんですけど、まず詐欺罪10年以下の懲役です。で、詐欺幇助罪15日以上5年以下の懲役、所得税法違反罪、これは10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金と、長くても10年以下となってて懲役13年はおかしいんじゃないかとなると思うんですけど、甘いよカイジ君。ここで出てくるのが併合罪ですね。2個以上の罪が有期懲役または禁錮に課せられるとき、その最も重い刑の 1.5 倍が上限になるんですよ。なので今回の場合最も重い刑が10年ということは15年が上限になるんですね。なので求刑13年が出たんですよね。これが妥当かというのはまた別ですけど、でさらに起訴内容も全面的に認めてると、裁判中には突然泣き出して裁判が2分ぐらい中断する場面もあったそうです。じゃあ結局このお金っていうのはどこに行ったのか、何に使ったのかと、
それが全てホストに使ったということで、結局一番得したのはホストなんかーいと思いきや、このホストもしっかり捕まってます。っていうのも、まあ人から騙し取った金っていうのを知ってたんですよ。まあ一番の黒幕なんですけどね。その上で大金を貢がせたとして、この男とその店の責任者が去年の10月、組織犯罪処罰法違反容疑で逮捕されています。っていうのも、このホストによる女性客に対して売春と強要したりとか斡旋してることが現在社会問題にもなってるんですけど、多額の飲食代を受け取る行為そのものについて刑事責任を追及するのは難しいんですよね。ただ今回額も額ってことで、飲食代を犯罪収益の移転とみなして逮捕に踏み切ってます。これ珍しい事例です。このホストグルについては過去動画で詳しく取り扱ってるんで、合わせてチェックお願いします。またこの裁判前のテレビ局の記者との接見でいろいろと話していまして、そこで頂き女子になったきっかけとして、ホストからナンバーワンになるために30万円が必要と言われて、人の役に立つ実感のない生活を送っていたから、必要とされるのが嬉しくて役に立ちたかったと。その後ホストに通う以外の生き方が分からなくなったと話していて、冒頭のこれこれさんの動画でも騙してるつもりはないとは言ってたものの、この事件を取材した記者からの罪悪感はあったのかという質問に対して、申し訳ないとかかわいそうだとか罪悪感はあった、自分を偽りながら男性と会ってる状態だから罪悪感とかなくすために精神安定剤をずっとオーバードーズしてる状態であっていた、お金をもらえないと人生終わりだと思っていた、捕まっていなければお金をもらって今もまたホストに行っていたと思うと、25歳のうちに捕まってよかったと話しています。そして被害者に対してはどうしたら罪を償えるのか、自分勝手に押し付けるのではなくてどうしたら許してくれるのか、傷が癒えるのか考えています。簡単な言葉しか出てこないんですけど申し訳なかったと思います。今後働いたお金で返済をしていきたいですと語ってるんですけど、擁護するわけではないんですけど、まあ、少しは同情の余地があるというかね、本気で思ってるか知らないですけど、彼女もある意味ホストの被害者だったんじゃないかなと思うんですけど、はい。とまあこれが頂き女子リリちゃんこと渡辺容疑者のざっくりとした概要とその結末なんですけど、ただもう一つ、このバカ売れしたとされているマニュアルですね、こちらについても触れていくんですけど、このまずマニュアルいくらだと思いますか？プルルルルペン約2万、値下げして半額ぐらいの時もあったみたいですけど、これが魔法完全攻略マニュアルという一冊の値段です。この他にも頂き女子の参考書、お金をいただく設定と極秘会話法、みんなを稼がせるマニュアル、この計3冊がありました。僕より本出してますね。これが高いのか安いのかって思うのは人それぞれで、情報は何よりも高いなんて言われてますけど、個人的にはね、ネット上だけで売られる情報商材はもう 99% 怪しいです。だから皆さんも気をつけてほしいんですけど、先ほども言ったようにこのマニュアルの3部作の売り上げが1900万円と、単純に計算すれば1000本から2000本の大ヒット商品です。その魔法完全攻略マニュアルの内容についても話していくんですけど、ステップとしては主に3つで構成されています。ステップ1、信頼関係の構築。これはまあオジにお金をいただくまでの下積み的なことで、具体的なテクニックとしては相手の喜ぶ会話を心がける、毎日 LINE の返信速度上がってきたら相手を褒める、付き合ってることが前提の会話をするといったもので、これらで自分と話すと楽しいとか誰かの特別な存在になったと思わせてオジを喜ばせるというものになります。次、ステップ2、お金をいただくための会話。はい、来ました、嘘の口実ですよね。口実の例としては、家賃を滞納、借金取りに追われている、スマホ料金の滞納とか、最も重要なポイントとしては何月何日から滞納してるのか、滞納した理由の設定を詳しく練ることです。王子だから相談した後ね、特別感を出したりとか、あとはいきなり全ての設定を出さず情報を小出しにすることで相手の理解を深めると、お金を出してくれとは言わず王子の方から僕が何とかするよというように誘導していくだそうで、仮に王子がお金をくれようとしても、まあ、迷惑かけるぐらいなら自分で闇金申し込むからとか適当なこと言って一度断った方が成功率が高いとか、これを結果的にお金をくれる計算で言ってると思うとめちゃくちゃ恐ろしいよね。次に、ステップ3、アフターケア。ここではオジのおかげでどう助かったか、オジが助けてくれなかったらどうなってたかっていうのを伝えて満足感を持続させることが目的になります。そして最後、これからはこういう仕事がしたいんだと将来を予感させるようなことを伝えることで、今後もトラブルにならずこの関係を継続させることにつながるというんですね。またお金に困るとオジに嫌われたくなくて言ってなかったんだけどとか切り出して、このステップ1、3を繰り返して相手のお金が底をついたらフェードアウトというのが一連の流れです。またお金を引っ張りやすいオジの特徴とかにもあって、ちょっとチェックシート感覚で聞いてほしいんですけど、寂しがりや孤独を感じている、特に趣味もなく生きてる意味を見出せていない、人に頼られたことがない、女絡みが少なく恋愛をあまりしたことがないとなってて、これに一つでも当てはまるという方はね、気をつけてください。この他にもオジを捕まえやすい場所とか、ポケモンかい、まあ、相手が自分に本気になってるかを見極める方法、お金が持っていかれて病んでるオジをケアする方法とか、約2万5000字にわたってずらーっと書かれてるみたいですね。これね、すごいよく作られてると言ったらちょっと語弊ありますけど、かなり成功です。詐欺幇助で捕まらないような工夫が施されてるとの見解もあるんですよね。だからめっちゃ頭良かったんじゃないかなと思うんですよね。まあ、ステップ1に関してはパパ活とかにも応用できるし、またお昼の情報番組とかでも取り上げられて、そこで明星大学の心理学部の藤井教授という方が、人を騙す心理テクニックが随所に散りばめられていると語っています。このコミュ力だったり人間観察能力を詐欺以外に何かに使えなかったのかとか、まあ、営業職だったらエース級だと思うんですけど、結果的に犯罪に手を染める形になってしまったんですよね。まあ、さらにそのノウハウが詰
詰まったマニュアルを1000人以上が手にしたというね事実もあります。この事件をきっかけに少しでもこのような被害に遭う方、そしてこの頂き女子がですね減っていく継承になることが一番、このリリちゃんが更生する上で報われるんじゃないかなと思いますね。はい、と今日は頂き女子リリちゃんについてブワーと解説したんですけど、近年ではこういったマインドコントロール、まあ、言い方悪くすると洗脳みたいな、これを使った詐欺の手口っても流行ってて、これ一回かかっちゃうと一人で抜け出せない、どうしようもできなくなっちゃって、どんどんドツボにはまるんですよ。でやっぱり恋愛もそうなんですけど、周りがそれやめといた方がいいんじゃないと思ったことってマジでやめといた方がいいです。これはもう対人関係においてはね一番の目安ですね。やっぱり自分のことなんで客観的に見ることができないということが多いので、そこちょっと一つ線引きにしてみてもいいかもしれませんね。皆さんも詐欺と財布の管理にはくれぐれもお気をつけください。というわけで今日は以上、また次回の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。